ニュースマグビです。早稲田大学の人間科学部人間情報科学科で通信教育課程 e スクールに所属する羽生結弦選手、大学生の肩書きにタイムリミットが近づいてきています。フィギュアスケートライターによると、総大は学部生として所属できるのが8年間と決まっていて、羽生さんは留年に留年を重ね、今春から8年生になる予定です。来年卒業できなければ退学せざるを得ませんとのこと。通信課程といっても早稲田大学は課題が多いことで有名で、卒業は簡単ではないようです。ニュースマグビ